カップででねどこまで行けるかなって,俺は,思って,て俺はね、ベスト4までいける可能性があるんじゃないのかなと思って。で、ベスト4まで行ったらね、もう決勝戦までいける可能性があるから、じゃあ優勝も狙えるんじゃないんですかってことで、日本代表って優勝候補ですかって言われて、まあそこまで行っちゃったら多分ね、あ、こいつ頭おかしいからってなるわけでしょ。<laughs> でもね、俺、ベストシナリオだとねベース、まあ優勝候補に入れてもいいんじゃないのかなと思ってね、この日本代表っていうのは。えー、まず見てもらいたいのが、この鎌田ってやつ、ブンデスリーガーのトップのミッドフィルダーよ、今。うん で、この人は判断力が高くて、サッカー IQ が高くて、すべての能力が、まあ、70点から80点ぐらいなのかなこの人。守備だって決して下手じゃないし、サボらないしね。必要な時に必要なこと全部やる人で、あとはまあ視野が極端に広くて、うん。で、テクニックの使いどころもわかってるから、この人俺ね、あのー、この冬どこ行くんだろうってずーっと考えてて、 レアル・マドリッドありなんじゃねとか思ってね。うん。いや、そういうタイプで、モドリッチの後継者がいないよなーって。うん。まあ、お前頭おかしいだろとか言われそうなんだけど、鎌田に関して。じゃなかったら、シティに行って、デブラインへと、えー、シルバーの、うん、ローテーションを組めばいいんじゃねっていう。うん。あの二人がいつもいつも出るとは限らないし、またシルバーがね、右に行った時に、じゃカマダが中にインサイドハーフとして入って、 シティかレアルが俺いいんじゃないのかなっていうね。うん。ペップの訓導を受けるのか、それともレアルで個人として鍛えられるのがいいのか。俺それぐらいの選手になってきたんじゃねえのかなと思ってね。この鎌田に関しては。で、伊藤淳也、稲妻淳也ってやつ。この人、フランスリーグのなんかね、ハイライトとか見る限り、明らかに一人動きがアフリカ人並みにおかしくねって話でね。日本代表の長所ってこのウィング トップ下が長らく強いって言われてたんだけど、ウィングが今はなんか充実してるよねっていう。で、三ミト三くんはね、俺、シティが取ればいいんじゃねとか思ってんだけどね、ブライトンでポジショナルプレーやってんだから、今。だったらね、シティに行って、えー、ウィングやる。チェルシーでも悪くないとは思うんだけど、まあ俺はシティの方がいいかなとか思ってね、まあリバプールでもいいのかなちょうどいないし、マネーの代わりが。 でもまあ、うん、レアルマドリッドでね、え、右やるのもありみたいな。三笘くん、これもね、ワールドクラスだと思うんだけどね、鎌田と並んで。伊藤淳也はまあ、まあまあ、ちょっとね、そのクラスではないにしても、明らかに動きおかしいよ、この人。で、久保久保ね、俺スペイン代表入れたらちょうどいいんじゃねって思ってんのよ、いつも。うん、スペイン代表を局面打開する選手が、アセンシオのキックとか、 ぐらいしかなくねっていうペドリのはね、ペドリはあくまで崩しというよりもね、つなぎだからね。だから、崩しの局面が、いわゆるショートカウンターに頼ってるでしょ、今スペイン代表。そこでね、久保君がいることによって、あの、いわゆる相手の守備時の時に崩せる選手の一人、これ、三笘君も。だから、スペイン代表に久保君と三笘君をね、両インウィングで入れたら、ある意味で壊れるんじゃねって思うんだけどねっていう。 まあそこまで言うのはお前日本人だから課題評価しすぎだろうとかよろそうだけど俺カマだとね三マと久保に関してはワールドクラスだと思うんだけどねうんで遠藤遠藤デュエル最強でしょブンデスのこの人もこの人ねもう5歳若かったらねえカンテの代わりにどっか欲しがるとこあるんじゃないのかなっていう俺思うんだけどねこの人遠藤うんで森田 ミッドフィルダーでこのポジションとしてかなりね、頭がいい、体が強い、テクニックがある、うん、田中はもあるんだけどね、今ちょっとフォーム崩してるみたいだから、まあちょっとスタメンじゃ使えないのかなっていう。で、ここまででね、えー、今言った、あとドアもそうか、ドアも、まあドアもちょっとランク下がっちゃうかな、今言ったメンツ。 今言ってメンツからランク下がっててお前失礼だぞって言われそうなんだけどあのね俺三マと鎌田レアルっつったでしょで久保もねスペイン代表ぶち込んだらいいんじゃねとか言ったでしょ伊藤純也も入れてもいいと思うよねスペイン代表鎌田はねドイツ代表に入れたら虫やらを使っていいんじゃねとか思ってねうんまあだから虫やらさねええー、とニャブリうん使って崩しで気の利いたことをやってくれたら もう本当に、まあ、この辺、日本の2列目ってどうなってんだろうねっていうぐらい充実してるからね。まあ、だころこんなにワールドクラスが揃った日本代表、珍しいんじゃないのかなって。で、日本の問題はね、もう端的に言うと、この2人。えー、この2人いらない。うん。まず、吉田、あの、明らかにもうね、1対1弱くなってる。1対1弱くなってるかな、足が遅いとかどういうとかいうレベルじゃなくて、反応が遅い気がする、俺も。うん。 だから、板倉に変えられるんだったら変えた方がいいし、水藤博樹だってもいいわけで、ここの、あのただ富安が怪我してないかなっていう話もあってね、板倉も怪我してるし、まあ、だから、吉田の代わりいっぱいいるんだからね、あの、なんだろう、長友、吉田、堺で、これで谷口でも入られた気にはね、2年後のビスセル神戸のディフェンスラインですかみたいなことになるわけでね、 もういい加減そろそろ絵画組の若いの使った方がいいんじゃないですかっていう中山が怪我したのかなでも代わりいたでしょ旗手とかね、追加招集したらって話で。でもこれやるとさ。 なんかね、バッチリこれもまたワールドクラスのディフェンスラインじゃねって話でね。イタクラボ、えー、ボルシャメン、シェングランドバッハでしょですぐスタメン取って活躍してて、トミ冨スはエースキラーやってるでしょ今アーセナルで。またちょっと怪我してるんだけど、大丈夫かな今、チェルシー、あ、チェルシー戦だったあ、忘れてた。俺、見るの忘れてた。 まままあまあまあ、まあ、で酒井宏樹はねもうちょっとちょっと衰えたというえいえまだ長友ことじゃないでしょっていう。うん まあだから他にも代わりいると思うしね、俺ちょっとよく知らないんだけど、その辺、山手とかいう選手だったかなうん。まあこの辺はね、清さんが詳しいと思うから、清チャンネルでやってくれると思うんで、清チャンネルの方よろしくお願いします。とか言ってね、なぜかたのチャンネルを宣伝してると、他のね、えっ、ー、と動画でもね、エレファントサイクルっていう自転車をね、紹介してるっていうね、オリベンって何のためにやってんだって話なんだけど、まあそれはいいとして、で、最後フォワード。 あ最後フォワードのキーパー言わなきゃいけないだけど、キーパーちょっとよくわかんないから、まあ、あの、川島ってやつじゃなければいいと思いますとあと、ゴンダもちょっとまずいかな。じゃあ、シュミット・ダーニエルになるのかって話でね。うん。で、フォワードはね、上田綺世をね、選んだのは偉いなと思ったね。大迫じゃなくて。で、古橋はね、フィットしてなかったのは、俺は思うんだけど、パス出す選手がいなかったでしょ、一緒に組んだ時に。 鎌田とかね、久保とかと組ませてると多分いいパス出すと思うから、古橋活躍してた可能性あるんじゃないんですかっていう。なぜ同時起用しなかったんですか三笘君も出すでしょいいパス。だから古橋かわいそうだよね。いいとこ出せなくて。ただね、これは俺思うことは、佐藤久人を見てきてたから、今まで。うん。佐藤久人もね、いわゆる古橋みたいなプレースタイルなんだけど、まあ古橋と違ってポストプレイもできるんだけど、 でもね、代表じゃ使われなかったのってね、あれいわゆるちっちゃな、ああいう選手って使いづらいとこあるんだよね。うん。特に代表戦だと。まあだから、まあ相手がね、がっつり引いたとき、ドイツやスペインが引くんですかって話になるんだけど、ドイツやスペインが引くような局面で役に立たないんだよね。ああいう選手あんまり。 まあだから、まあ、走り回る前田大然か、がっつりボールを構えられる上田綺世かってなるんじゃないのかなって言ってね。ここまで話してて、あの人の名前出てきてないでしょ。あの人はね、もう黒っぽに抱きつかれてないと役に立たなかったっていうのが証明されちゃったよね、ちょっと。悲しいよね。だからね、まあ、長友応援団長として連れて行くのはありなんだけど、雰囲気を悪くする吉田、南野、 うん、いるのかなーとか思ってね。しかも使わないとなんかね、なんか変な空気になるそう、それだったら俺一緒、古橋とね、旗手をね、追加招集して、特に旗手はフォワードできてたって言ってたしね、ワントップ。だとしたら、あの人、ここ、ポジション全部できるんじゃねセンターフォワード、バック以外は。 だからああいう時ね、フィリップ・コクみたいな選手っているわけでね、うん、マルク・フォン・バンメルとか、ああいういろんなマルチロールの選手。だからあ、じゃあ、ファン・ボンメルじゃない、えー、っとね、ロナルドデブールとかフランク・デブールだ。 うん、いわゆるオランダのマルチロールの選手っぽくてまあ俺はああいう長期戦では役に立つんじゃねえのかなまたね第3戦でも決まってた場合あの視、ー、力を外してねうんと試す時にでそれで引き分けを拾ってこさせる時にああいう選手使えるからまあだから俺はね旗手くんはテストしとくべきだったんじゃないのかなってねずっと思ってるし今でも思ってるし。 えーと中山が怪我してダメなんでしょうだったら旗て呼べばって思うんだけどねその辺だからその辺のね起用がうまくいけば俺はベスト4以上も狙えると思うしまあ吉田を使うのかってなってくるとね長友とかベスト16がまあ限度かなってなってくるだから今回のね俺は日本代表 うん。すごく可能性があるメンツで、で、今回、まあ、日本代表として試合に出て、ドイツ代表とスペイン代表とコスタリアカー代表、全部難敵だと思うんだけど、でも、ドイツ代表でね、鎌田と三笘と久保以上の選手って誰かいるんですかって話だと俺思うわけでね。うん。特に鎌田のような気の利いたミッドフィルダーいるのって話でね。うん。 これがね、メイソンマウントとかね、デブライネって言われたら、まあ確かに、うん、向こうの方がすごいかもしれませんねってなるわけね。これがモドリッチとか言われたりとか。で、今度久保、伊東純也、えー、三笘。で、スペイン代表でね、あれほど切れ味のあるアタッカーいるんですかって言われていないじゃん。フェラントーレスじゃなくて、誰だっけあれ。えっ、ー、と、スペインのあれ。えー、フェラントーレスだ。うん。 あんなキレのないウィンガーよりね三笘くんとか久保の方が怖いとは思うんだけどね俺は、うん。だから結局はね、うん、バルサの崩し誰使ってるかってデンベレ・ド・アフィーニャとかでしょ。うん だから、俺はね、今回のワールドカップは、相当上まで狙える。で、これ一人一人がね、クロアチア代表前回の、の職人軍団みたいな状態入ってると思うよね。ちゃんと選べば。ちゃんと選べば。うん。 だから、うん、俺は準優勝どころか優勝狙っちゃっててもいいと思うけどまあ監督があれだから無理なのかなーとか思いながらねまあでも俺はね冬の移籍市場が楽しみなんだよね正直なところワールドカップでね活躍するじゃんみんながそれでうんでそれでね変われていくんじゃないのかなーってこのシュットガルトのエンドそれからスポルディングだっけの森田 で、メンシェングラードバッハの板倉うん、それぞれね、中堅クラブでしょうん。だから変われていくんじゃねえのかなーってね、ブライトンの三マ、フランクフルトの鎌田。えー、どこだっけなどこだったかなあの伊藤神也のやつ。ちょっと覚えてないんだけど、フランスのあのしょぼいチーム。で、ソシエダでしょ全部中堅クラブじゃん。で、今ね、これがね、トッテナムにいた頃のモドリッチみたいな状態だと思うのよ。うん。だから、 これを機にビッグクラブに羽ばたいていく人が何人かいるんじゃないのかな。で、そこでスタメン取ると思うんだよね。あの頃と昔と違ってね、行けばいいっていうメンタリティ持ってる人たちじゃないのよ、この人たちは。行って、 あのポジションが確保できるかどうかっていうのは分かった上で移籍しようとしてるのよみんな。だから俺はね今回のワールドカップの結果よりもね実は冬の移籍市場の方が楽しみです。ということでえと今回ワールドカップについて語ってみましたと皆さん意見があったらなんかコメント欄でどうぞと。